今年3月いっぱいで日本テレビを退社した上重聡アナウンサー44が27日、日本テレビ系で放送されたダウンタウンデラックスに出演。フリーに転身したものの、仕事が全然ない現状を明かした。5月はほぼゴールデンウィークでしたね。ゴールデンウィークってこんなに長いんだ、と思ったのは人生で初めてですね、とぼやく上重。事務所には所属せず、マネジャーもつけず、一人で全部、やっているといい。現在の主な収入源は、日テレ時代に出演していた週1の、1ヶ月半に1回のロケだけ、は残ってやらせていただいていると話し、仕事はポツポツ、と明かした。フリー転身後の仕事も決まっていないのに退社したことに、MC の浜田雅俊は、なんでじゃフリーに、と疑問、なんでですかね、と返され、何かがあったんでしょ、と重ねて聞くと、上重は、フリーになって成功、している後輩たちに刺激を受け、自分もラストチャンスだと転身したことを告白。なってみたんですけど、そんなに甘い世界じゃないと話すと、浜田から、何やねん、と突っ込まれ、スタジオは爆笑となった。上重は PL 学園時代、横浜高校のエースだった松坂大輔と2度、甲子園で対戦。1998年の選抜では準決勝で、夏の甲子園では準々決勝でいずれも松坂と投げ合い、敗れた。延長17回の熱戦となった夏の甲子園は今も語り草となっている。立教大学野球部でも投手として活躍。一方、慶応大学野球部で、同期として競い合った元フジテレビ、18年退社の田中大輝アナ、44は、久しぶりに会いましたけど、ガリガリに痩せてたんで、と激痩せぶりに驚いたことを明かしていた。